アンスミスは、アメリカテキサス州ダラス出身の元女子、プロテニス選手。ダブルスの名手として活躍し、四大大会で、女子ダブルス5勝、混合ダブルス5勝を挙げた。とりわけ、1980年から1981年に、かけて同じ年のキャシー・ジョーダンと一緒に、女子ダブルスの、キャリアグランドスラムを達成した点が結出している。WTA ツアーで、 シングルス2勝、ダブルス38勝を挙げた。自己最高ランキングは、シングルス12位、ダブルス1位。アン・スミスは18歳の時、1977年の全仏オープンジュニア女子シングルスで優勝し、この部門で最初のアメリカ時に優勝者となった。1978年にプロ転校。1980年から1981年にかけて、 スミスは同じ年のキャシー・ジョーダンとダブルスでペアを組み、1980年は全仏オープンとウィンブルドン、1981年は全米オープンと全豪オープンで優勝し、同一ペアによる女子ダブルスのキャリアグランドスラムを達成した。1980年全仏オープンでは同じアメリカのウィリアム・マーティンとペアを組んだ混合ダブルスでも優勝し、2部門制覇を果たしている。 1981年全米オープンで自身2度目の2部門制覇をしたときは混合ダブルスで南アフリカのケビン・カレンと組んで優勝した。1982年は全仏オープンの女子ダブルスでマルチナノブラチロワとのペアで優勝し、ウィンブルドンと全米オープンではカレンとのペアで混合ダブルスに連勝を達成した。 スミスとカレンの組は全米オープンで混合ダブルスに連覇を達成したことになる。スミスはいろいろなタイプの選手たちとダブルスパートナーを組み、その中には大ベテランになったビリー・ジーン・キング夫人さえも含まれていた。シングルスでのアン・スミスは1981年全米オープン、1982年ウィンブルドン、1982年 全豪オープンで3度のベスト8進出がある。全仏オープンは1979年から1982年まで4年連続のベスト16に入ったが上位に勝ち進むことができなかった。1982年のウィンブルドンだけは敗れた相手は西ドイツのベッティーナ・バンジであったが他の2度はマルチナナブラチロアに乾杯した。 ナブラチロワは20歳代後半に入った1980年代前半から前世紀を迎えており、ダブルスパートナーとしては心強い存在であったが、シングルスでは全く歯が立たなかったのである。1984年の全仏オープン混合ダブルスで、アン・スミスは同じアメリカのディック・ストックトンとペアを組んで4年ぶり2度目の優勝を果たす。 これが彼女の最後の四大大会ダブルス優勝になった。1985年にテキサステニス連導入りを果たし、シングルスでは1991年、ダブルスでは1992年まで現役を続行した。その後、彼女は2005年から2006年の2年間、アメリカ国内の ITF サーキット大会に再挑戦し、ダブルスでは一勝を記録した。その後、 彼女はスタンスミスと組んで全米オープンのレジェンド部門混合ダブルスに出場し2007年と2008年の2年連続で優勝を遂げている。ありがとうございます。